はい、今日はですね、えー、今なおかつですね、えー、ロシア、プーチン、ロシアがですね、ウクライナに侵略、侵攻したということのあ原因ですね、これが今なおかつ、あ,あまり明確ではないといいますか、それで今日はですね、えー、誰も語らなかったプーチンと、 ウクライナ戦争という題で、えー、語ってみたいと思うんですけど。あのー、要するに冷戦後ですね。あのー、ベルリンの壁が崩壊して、旧ソ連ですね。旧ソ連が十一年に、えー、1991年に解体しましたよね。 そして、その後、ロシアは、新しいロシアは民主国家になるんじゃないかと思っていたんだけど、今度はエルチン大統領、そして混乱の中にですね、現れたのがプーチンですね。そして、えー、プーチン、ロシアとして浮上してきたわけです。それがですね、なぜこのウクライナを 侵略するようになったのかということはですね。えー、この原因はですね、三つ四つあるんですね。それは、えー、ヨーロッパをはじめ日本やアメリカ、そういう西側諸国がですね、そのロシア、プーチンロシアに対する対応を誤ってしまったということですね。まず、 最初にですね、失敗した、あ失敗っちゅうんじゃないんだけど、この誤解をですね、プーチンに与えてしまったのは、第一にですね、2008年、このジョージア、まあ、他のネームで言うとグルジア、昔のお名前でグルジアっていうね、その国の問題ですね。このジョージアというのはですね、南、えー、コーカサスに属していて、 アゼルバイジャンとアルメニア、そしてジョージアという三カ国があるわけですね。そのジョージアの中にはですね、北部に南オセチアとアブハジアという、まあ、他の、まあ、そういうふうな、ちょっとあの反対している部族がありましてね、そこで、あの、なんていうか、 えー、独立しようというような動きがジョージアの中で送ってきたわけですね。それを何というか止めようとして、えー、ジョージアの軍隊がそこに行ったんだけどそこでショッキングなことはロシアがですね、あのー、軍,軍隊を、まあ、冷戦後初めてそこにですね、使わせて 一方的にその南オセチア、アブハジアをですね、ジョージアからの一方的な独立宣言を発表したんです。それに対してですね、問題はフランスがですね、その戦争を止めようとして中間に入ったんだけど、その、その融和政策ですね。要するに、これがですね、 えー、まず第一に問題。まあそれでロシアは軍事侵攻をやめたんだけど、あの、ロシアは何だと。まあちょっと舐めてしまったわけですね。そしてアメリカ、イギリスもですね、フランスとともに、その軍隊を使わしたロシアに対する攻めをですね、行,な行なわなかった、攻めなかったわけです。まあもちろん、 それでもってですね、もう一つ、このロシアにとって、えー、経験はですね、そのジョ,ージ,がジョージアは冷戦後ですね、ソ連、えー、ソ連グループ、ソ連のグループから離れて、NATO にですね、加盟したいと思っていたわけです。だそれもですね、このプーチン、ロシアが武力で、 えー、ジョージアに侵攻することによって、そのジョージアは黙ってしまった。もう、なんていうか、あのえー、加盟しないとな、NATO にですね。だからあの、プーチン、ロシアはですね、味を占めてしまった。おっ、武力をやったってですね、別に誰も言わないじゃないかと。さらにですね、ジョージアは、その、NATO についていくという。 えー、そういうふうな北大制条約機構にですね、何、えー、ていうかつ、えー、ついていくことをやめたと。だからこれはうまいなというふうに、まず第一の誤解をですね、何、えー、ていうか、まあ早く言えば舐められてしまったって言いますかね。そして2番目にですね、この、あのー、この冷戦後ですね、この冷戦後じゃない、ずっと以前にですね、うん 先進国首脳会議というのをですね、この、えー、G7 というですね、それを、が始まったわけですね。それを、えー、作るようになったと。それは1971年のドルショックによってですね、それでブレトンウッド体制が崩壊したと。そしてオイルショックがその後起こってですね、もうこれではいけないと世界は考えて、そして 従来のアメリカは依存ではもういかないということで、先進国家が協力してですね、立ち上がろうという、組織化しようということで、1975年にですね、第1回の先進国首脳会議を結成したと、開催したと。それはフランスのディスカール・デスタンが提唱したわけですね。そして G5 というグループオブファイブ5つの 先進国家、フランス、西ドイツ、英国、米国、日本ですね。それが G5 を結成すると。で、1976年にはイタリアとが、そのあたりにイタリアが入り、カナダが入り。だから G7 になったわけですね。グループオブ7ブになったわけです。そして、1990年、冷戦が終わってですね、西ドイツは東西を統一してですね、 今度はドイツもですね、そこに参加するようになってきたわけですね。そしてその頃、ゴルバチョフが1991年にソ連を解体すると。だからまあその頃はゲスト参加、ロシアとなってゲストで参加していたと。そして1997年にはですね、 この G8、八八の参加国として、えー、ロシアも参加するようになったわけですね。G8。まあ、ものすごく、まだ、その頃ロシアは、えー、民主主義国家と言えるかどうかわからなかったんだけど、大盤振る舞いですね。西側はあ、ロシアは必ず変わるだろうと。いうふうに思っていたわけです。ところがですね、 この2008年にジョージア問題でプーチンがですね、いきなり軍隊をジョージアに使わす。それで味を占めたジョージプーチンはですね、あの千、2014年にですね、ウクライナのクリミアに今度はですね、侵攻して、クリミアを侵攻して、この第一次ウクライナ戦争というのを あのプーチンは始めたわけですねだから今までロシアは G8 にお情けであ大きな国と入っていたんだけど完全にそれで西側はですねもう、えー、ロシアを追放し,、えー、してしまったと。えー、だ問題はですね2014年のプーチンがですねウクライナのクリミアに侵攻した時にですねこれまた 同じようにしてですね、その侵略をですね、見てみるふりをしたと、見てみるふりをしたと。だからあー、まあもちろんその後ですね、名前ばかりの表面的な制裁を行ったんだけどあの、ドイツのメルケル首相はですね、ちょっと和解を進めたわけですね。だから、 あーメーケル首相というのは素晴らしい首相でしたけど、やはり東ドイツから来てますからね。甘いと言いますか、共産主義、えー、的なープーチン政権に対してですね。だから和解を進めたと。それでもってですね、最も悲劇的な2014年から15年に西欧はですね、 民ンスク合意というのをですね、スク、スク合意というのをですね、この、あの、ウクライナに納得させて、ウクライナは大譲歩をしてですね、したわけです。民ンスク合意と、この、えー、ウクライナに、えー、の、クリミアを取ろうとした、プーチンとの間でですね、 まあだから、プーチンはそこでまた思ったわけです。あ、これ仲良くしてくれと言ってるんだなと。だから攻めても攻めてもですね、別に問題じゃないじゃないかと。西洋はですね、この西洋諸国、日本もアメリカもですね、これは、あの、いや、日本もそうなんですね。安倍政権の時にですね、あの、プーチンを増長させてしまったと。これは中西、えー、教授が言ってるんですけどね。 このあの頃ですね、プーチン非常に安倍政権は接近してですね、あたかも北方領土が戻ってくるような、そういう世論を作ったわけですよね。ところがもうすでにプーチンはクリミアをですね、これを奪っていたわけです。その頃ですね。だからそんなことを北方領土を交わすは,はずがないって言いますよね。だから、あのー、そこでもまたプーチンはですね、日本もなんか甘いな。 いくらやってもあ大丈夫だというふうな気持ちにさせたということですね。だからこの優和政策、仲良くやろうというのは非常に何というか、いろんな問題を今まで引き起こしてきましたね。例えばヒットラーがですね、あの、一あこの第二次世界大戦の始まりの時にですね、ヒットラーが、あの、 チェコストロバキアのですね、一部を、これはドイツ人がいるじゃないかと言って、そこを、なんていうか、プーチンと同じように、クリミアと同じように、それを奪おうとしたんですね。それに対して、イギリスと、そしてフランスですね。イギリスはチェンバレン首相とフランスは、その、それをですね、秘密のうちに、ヒトラーと、 ムソリン、イタリアのムソリンと4人が共同してですね、いいじゃないかと、この、チェコスバキアの一部をこれ渡したいということを言っちゃったわけです。それで味を占めたヒットラーはですね、あのー、なんていうか、その後、チェンブレンはじゃどん、それ以上もヒットラーをやってくれるなと、もうそれでいいだろう。要するに、チェコも参加してないところでですね、 あの、なんていうか、あの、言ったわけですね。しかし、なぜそんなにことを言ったかというと、それは、あの、ヒットラーが出てくればですね、ソビエトを抑えられると。だから、その頃のフランスや、イギリスやヨーロッパはですね、共産主義のソ連を恐れていたわけです。だからヒットラーが出てくれば、なんていうか、ソ連を編成できると。 それでもってですね、ヒトラーを、に甘いことを言って、あオッケー、オッケーと、その、えー、チェコスベガム取っちゃえ、いい、いい、と言っちゃったわけです。だからヒトラーはですね、どうしたかというと、ポーランドも攻めようとしたわけです。<laughs> そしてポーランドの向こうにはソ連がいるわけですね。だからヒトラーはソ連に入れば、えー、ソ連が、あ ポーランドに攻めれば、ソ連が攻撃してきますよね。だすでに、ヒットラーはですね、その、チゴスロバキアの一部だけじゃなくて、チゴスロバキアも解体,せ解体してしまった。そして、その、なんていうかあの、ポーランドにも侵攻するためにですね、今度は、あの、独、え、ソ、ー、不可侵条約というものを、 行ったわけです。その、すべての世界の国には、西論は主にですね、ヒトラーはソ連、共産党と戦うだろうと思っていたのがですね、そのヒトラーはですね、ソ連と、なんていうか、仲良くして、独ソ不可知条約の結んでしまったわけです。ものすごいこれはショックですよね。だから日本でも、平沼はその頃は平沼内閣、 平沼喜一郎というなんの人だったんだけど、日本はドイツ、イタリアと日本はこう三国同盟を結んでましたよね。そしてソビエトに対する共産主義にですね、として三国を結んでいたんだけど、なんかいつの間にかヒトラー、ドイツはですね、ソ連と手を組んじゃったということで、平沼喜一郎はショックを受けてですね、晴天の霹靂、意味が分からない。 西洋の、その、わからないっていうことで、すぐ、内閣をじ、なんか、辞任してしまった。もうすべて、解散、辞任させてしまった。有名なこと、わからない。もうその、複雑な西洋の取引はですね、わからない、ということを言ったこと。それは有名なわけですね。じゃあ、この、優和政策。だから、このヒットラー、この、えー、ヒットラーとか、 そういうふうな全体主義、共産主義は弱いと思ったらそこに付け込んでくるんですよね。だから、あのー、えっと、このおプーチンはですね、なぜ、えー、そういうふうな、あえー、今のような行動を出たかというとですね、これは、あのー、あのー、 なんていうか、ソ連のですね、そういうふうな、ソ連共産党のですね、そういうふうな、あ非常に非人間的な、なんていうかそういうものを受け継いでますね。受け継いでる。だから、あのー、あのー、ソ連はですね、このあ、プーチンの基礎になってるのは、まあ日露戦争でもって、 1904年から5年のチロ戦争で、ソ連は初めて敗北しますよね。敗退する敗戦すると。そして1914年の第一次世界大戦が始まってから、ロシアでは2つの革命が起こりましたよね。ロシア革命ですね。1917年、ロマ,ロマノフのこのロシア帝国がそこで、えー、崩壊して、史上初の社会主義国家が できました。ソビエト連邦ができましたよね。その、そしてですね、その第一次世界大戦の時にですね、えー、今度は、えードクスドク、ドイツソ連が、その仲良くしたなぁと思ったら、今度は戦争になってですね、あの、ドイツが、あの、今度はソビ,ソビエトにですね、なんていうか、あのー、攻めてくるようになって、そして、 えー、独ソ戦というのが始まったんです。それはですね、あの、第二次海大戦の時ですね。その時にですね、あの、あの、大祖国戦争と言って、そのドイツのヒトラーが来たのを食い止めたわけですね。それはものすごい誇りって言いますか。ロシア、ソ連にとってですね、そして東欧諸国のさまざまな あの衛星国家を全部そのソビエトのブロックに、えー、結集させてですね、させたわけです。だからこの今でもですね、このー、えー、2022年に、えー、なんていうかプーチンロシアプーチンはウクライナ侵攻というものを行いましたけど、これはですね、この プーチンが言うには、その、えー、大祖国戦争で、えー、ソ連を守った。ドイツの侵攻から守った。それを今ですね、自分はやるんだと。私たちはやるんだと。だから、この、えー、ウクライナはナチと同じだということで、そのナチ、えー、非ナチかナチを変、えー、えるというようなあことですね。それが目的です。 しかし、この、最も重要なことはですね、これは、あの、そういう、なんていうか、ロシア、ソ連が行った恐ろしいことを、大祖国戦争だ、ということでもって隠してきたわけです。隠して、今も。それはですね、スターリンが、その後、もう非常に恐ろしい、教養所、強制収容所っていうのを作りましたよ。 もう、ソ連順で作りましたよね。そして、えー、強制収容所で、ベッドという。これはソリエンチンが言いましたね。恐ろしい強制収容所の、そういう、うえーえー、社会を作ったと。それだけじゃなく、スターリンは大粛清、粛清。もう共産党員だって、粛清ですね。 そして密告から一般市民も粛清と。だから地の粛清を行った。合計2、3000万ですね。2000万から3000万を次々と地の粛清を行って、それを隠していますね。今もなおかつ、我々は大祖国戦争でもって夏に勝ったからということで、それを隠している。だから、あのー、資料、 まあ、ざまな修行さんっていう人、学者とか教授とか、いろんな人が言ってるのは、プーチンは KGB 出身だと。で、KGB っていうのは、このソ連のそうスターリンから、このお、連綿としてついてる、そういう共産党のですね、ノーメン、クラッチューラって言いましたね。これはトップですね。この貴族。これの、おだから、 プーチンはもうソ連のもう塊だというふうに我々考えた方がいいと。そういう伝統を受け継いでいる。だから、ロシアはロシアと言いますけど、ソ連だ。ソ連共産党のそういうものを受け継いでいる。だから、私はちょっと図で示しますけど、この、何て言うか、 えー、これは日本もそうなんですね。日本のこの要求的共産主義に対して甘い。それによっていろんな問題が起こってますよね。この中国のなんかソーラーパネルとかいろんなことをでもってやってるし。だから我々はこの今ずっと分かったようにプーチンがですね、2022年にウクライナ侵攻した背後にはですね、そういう 共産主義的なですね、伝統と言いますか。もう弱ければそこに行くという。だから、この図で示しました、私たち重視陣営はですね、弱ってはいけない。別に戦争するわけじゃないんだけど、団結すると。そして、この、何て言うか、あの、共産主義が終わったと見えるけど、まだ中国、北朝鮮と、 共産主義が残ってるわけですね。だから、そういうふうな、あ陣営に勝つためにはですね、この UA の国連がですね、もう一度これ何とかしなきゃいけない。問題はですね、国連のこの安全、えー、この、委員、この、えー、本来ロシア、ソ連はですね、国連の常任理事国なわけでしょ。だから、この平和を、 ために国連に、なんてか、ソ連は入ってる、ロシアは入ってんだけど、ロシアが戦争を起こすでしょだからこの国連はですね、変わらないといけない。改革しないといけないわけです。だから、文鮮明先生はですね、この UA の国連じゃなくて、新しい、もうそこには宗教も入れる。政治ばかりじゃなくて。だから世界平和超宗教、超国家連合というものをですね、我々は作らないと。 いつまでもですね、この紛争を止めることができないというわけですね。